はい。皆様、ごきげんよう。チューリップリンセスです。えー、43歳、都内でこなし専業主婦をしております、えー。美食所ご飯、またちょっと遅れてしまったんですけれども、アップしたいと思います。えー、こちらは私の写真になります。えー、太らない、えー、ご飯、アンチエイジングのご飯を心がけております。えー、っと、今日は節分でしたね。節分だったんですけれども、私、あの、 太巻き、海苔巻きをちょっともう木曜日ぐらいに実は食べてしまって今からご説明します。こちらですね。こちらが私の木曜日の美食チョコ飯になりますで。この日はちょっと珍しく麺を食べました。えつけ麺なんですね。チートデイになっちゃいました。私にとってはちょっとあのチートデイなんですけれども <laughs>。えっと、つけ麺があのいろんな私宅配サービスをオイシックスだったり、第一、 宅配だったりラディッシュ坊やだったりを取ってるんですがそれのねちょっともうごちゃごちゃいろいろ来るのでもうどれがどれだったかっていうのがすごい失念してしまうんですがその定期ボックスの中につけ麺が入っちゃっててあの変更しないとそのまま届いちゃうのであのそういうことがよくありますなのでもう届いちゃったからには食べようと思ってつ、えっと、け麺をあの用意して久しぶりの小麦粉麺 いやあ、美味しかったですね。<laughs> 美味しい。皆さんがそのラーメンとか、つけ麺とかお好きな気持ちが分かりました。本当に美味しいなって思っちゃいました。はい、ちょっと説明します。つけ麺ね、もちもちしててすっごく美味しかったです。こちら、いい感じで茹で上がりました。こちらは、あのー、お味噌汁ですねせめとも。せめてものね、お味噌汁。 何だったかなちょっとごめんなさいね何を入れたのだろう <laughs> 忘れちゃったんですけどもあおなすかなおなすとかキャベツとかアンチエイジングの要のお味噌汁ですでこちらが平貝卵の、えー、目玉焼きにあそうあのセロリ炒め大ヒットだったあのセロリとあのお野菜届いたお野菜のセロリとかあのピーマンとかねキャベツを炒めたんですけれどもこちらとあのこの目玉焼きを添えて つけ麺をいただいたんですが、最高でした。<laughs> セロリつけ麺狙っちゃったんですけど、すごい私的にはすごくあの美味しかったです。で、あとこちらが、あのもうなんか、本当は今日恵方巻き食べなきゃいけなかったんですけどもね、すみません、ちょっと最近、なんかバタバタしてるって言ったらあれですけどもね、いろいろちょっと自分的に、あのちょっといろいろバタバタしてたこともあって、あとまあ美食ドライブとかに没頭してて、 あの、なんとなく、あの、覚えてたつもりがちょっとすっかり飛んでて今日節分でしたね。<laughs> なんですけど、木曜日に私この太巻きを食べてました。なんかね、これもあの、無添加の、あの、これ冷凍なんですけれども、あの、うんと、第一宅配かな第一宅配のなんか無添加の、あの、解凍して食べれるあの、太巻き、海苔巻きだったんですけども、これ意外に美味しかったです。なんか冷凍だからどうかなと思ったんですけれども、 あの、意外に、あの、その割には、あの、美味しかったです。はい、こんな感じでいただきました。はい、こちらが、えっと、目玉焼きと、このセロリ、炒め、すごく美味しくて大ヒットでした。あ、こちらは、えっと、この日の私かなこの、多分この日ぐらいの私だった思うんですけれども。はい、あの、すごいライブばっかりやっちゃってましたね。 ね、こちらあの美粛女様ののり巻きには絶対に絶対にかなわないと思うんですけれども多分なんかそれで食べたくなっちゃったんだと思うんですけれどもあの多分それを見て食べたくなって私が取り出したんじゃないかなと思いますなのでね今日もそんなに本巻き食べたいなっていう気持ちがしなくってねいけないですねちょっと節分なのにね母はすごくそういうイベントごとを大事にしてもう節分って言ったらもう あのデパ地下に走りまして、ね、もう今年はどれにするってなんかちょっとちょっと高級な <laughs> いろんな有名どころの恵方巻きをこう買いに走ってて私はそれにいつも付き添ってるような感じでお豆も必ず用意してたのに私今日すっかりなんか飛んじゃっておりまして反省しておりますそれでああそうだったと思ってあの最近あの海苔巻きを食べたしつけ麺も食べたなと思い出しましてこちらの えー、美食女ごはん、チートでやってみま、あの、やってみました。<laughs> 報告しました。ありがとうございました。